モビーディック、ハーマン・メイビル。さて、ここに登場したのは私、風来坊のイシュタールだ。私はアメリカ東部のナンタケットの港宿で森内のクイーケッグと出会い、共に捕鯨船ピークオド号に乗り込むことになった。私にクジラ捕りの経験はない。ただの水夫として捕鯨船に乗り込んだのだ。船は冷静沈着な一等航海士スターバック、勇敢なスタブをはじめ優秀な船員が揃っていた。そして彼らを率いるのはモビーディックに片足を食いちぎられ、復讐の一念に凝り固まった狂気の船長エイハブである。失われた片足はクジラの骨で作られた義足で補われ、彼の異様な風貌を嫌が王にも増していた。我らはクジラやサメを退治し、多くの他の捕鯨船に出会いながらモビーディックの情報を探し続けた。そしてついに日本近海で奴を見たという情報を得た。実は私はモビーディックとはただの船乗りの噂ではないかと半信半疑だった。だが奴は存在した。最高神ジュピターが白き雄牛に姿を変え、美女のエウロペを気遣いながら波を蹴立てて泳ぐ様を想起させる圧倒的なその威風。エイハブ船長と船員たちはモビーディックに襲いかかったが、難なく撃退され、彼らは重傷を負った。義足をもぎ取られ、片足となってもまだ諦めないエイハブをスターバックはいさめた。船長、これ以上何をお望みか。皆を地獄まで引き連れて行くのか。あいつを狩るのは神をも恐れぬ不敬の技です。おやめください。俺はエイハブ、いつまでもエイハブだ。恐れを知らぬ火のように、魂がない機械のように、俺は命のままに動く。汝は俺の命令に従え。狂気の船長はますますホビーディックを倒そうと執念を燃やす。3度目の追撃でエイハブが森をホビーディックの巨体に突き立てた時、一条のロープが彼の首に巻きつき海中へと連れ去った。船はモビーディックに破壊され、大いなる海の死の衣に包まれて波間に消えた。劇はこれで終わりだ。もはや登場できるのはこの私ただ一人、生き残りのイシュタールだけだ。おしまい。解説。1851年に発表された本作はメミルビルの体験談をもとに創作されました。聖書、神話、博物学などが引用されていて難解ですが、大自然の象徴、白鯨に挑む人間の執念の物語は読み応えがあります。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。